ーセナルのリードで残りは45分、後半戦キックオフです。ここにサニャがいます。ディアビ、メッシに注目しましょう。目を離してはいけない選手、エトーです。ここで攻撃を止めます。テオ・ウォルコット、これを拾いたい。つながった。これは綺麗な展開、これはいい展開、いいカットだ。打ちました。さらに相手ゴールを攻め立てます。ディフェンス陣が非常に冷静に対処してますね。浮かせたボールで送り出します。フリーの選手が上がってきた。これは惜しい。スペースを狙いましたがボールを奪われます。ロビン・ファン・ペルシー、ここで上がっていったぞ。味方につな、素早く詰めたい。これは取られます。どうする、行くか打つか。キーパー飛び出して見事ボールを奪いました。勇気ありましたね。なかなかいけない場面ですよ。スローインでの再開はアーセナルボールです。分厚い攻撃になりそうだ。クリシーがさりげない存在感、しっかり読んでいた。エトー、チェックしたボールがこぼれます。素晴らしいタックル、ボールがこぼれた。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。ボールにはウォルコット、おっとこれはチャンス、シュートかパスか、完璧なタイミング、前に飛び出して相手に仕事をさせません。いやー、まさに完璧なタイミングの飛び出しでしたね。ナイスキーパー。シャビが絡みます。周りを確認したい。意図は見えたのですがちょっと厳しいボールでした。ウォルコット、ファンペルシー、このボールはどうでしょう。いい形ができつつある。今のパスはカットされます。アンリ、横へ展開、素早く寄せていきました。どういう展開になりますか。ここにダニエル・アウベスがいます。スローインでの再開はバルセロナボールです。キーパーボールをつかみます。完全に乗っていますね。攻守の切り替えが大事です。ボールは通りません。雰囲気があります。ウォルコット、いいパスがつながった。踏ん張ってますがキープできるか。攻撃に移りたい。デニューソン、このファールはバルセロナですね。シャビが攻守に効いています。存在感がありますアンリー。ディフェンスが苦しい、寄せられない、入った、ゴール、バルセロナ。アンリーがボールを持つと期待感が出てきますね。はい、名前で相手に緊張を与えられる選手ですね。それだけの実績を残してきましたからね。テオ・ウォルコット、さあスローインでの再開です。ピッチを駆け上がります。エトーです。素晴らしいチャージ、このパスは通りません。このシュートはキーパーがキャッチ。
岡田さん、今日はよくパスが回ってますね。いいですね。非常にテンポがいいですよね。ファールがあってフリーキックとなりました。アビダル、チャンスになりそうだ。あとボールを奪われました。チャンスを逃しました。アデバヨ、ディフェンスは見えない。チャンス、どちらに収まりますか。高い位置でボールを取った。素晴らしい集中力です。ディフェンスがうまく対応。サミエル・エトー、アーセナル勝利で試合終了です。そろそろ時間となりました。では皆さん、さようなら。